ジブニガモジブシャドンジブニを丼飯にした創作料理ジブニ、ジブシャは鴨肉などを煮た料理で石川県金沢市の代表的な郷土料理である。鴨肉をそぎ切りにして小麦粉をまぶし、だし汁に醤油、砂糖、みりん、酒を合わせたもので鴨肉、麩、椎茸、青菜を煮てできる。肉にまぶした粉がうまみを閉じ込めると同時に汁にとろみをつける。 薬味はわさびを使う。本来は小鳥を用いるとされ、その際は丸ごとすりつぶして、ひき肉状にし、これをつくねのように固めたものを煮立てたという。ジブという名前の由来は諸説ある。料理の起源も諸説ある。高山右近が加賀にいた檻に伝えた、欧風料理だともされる。同じ、ジブという名称であっても、調理方法には変遷があった。 加賀藩の前田家に仕えた代々料理人が18世紀前期に書いた料理の塩入りにガン、カモ、白鳥などの肉をそぎ切りにし、麦の粉をつけて濃い醤油味の汁でにわさびを添えるという麦鳥と呼ばれる料理があり、これは現在のジブニに似ている。一方同書にはカモ肉を鍋に貼った汁をつけながら鍋肌で焼き、汁を貼った椀に5切れほど持って、 わさびを添えて出すカモの鍋焼き、ジブ、あるいはジブという別のカモ料理があった。ところが以後この2種類の料理が混同されて、19世紀前期までには、従来の麦鳥のような料理がジブと呼ばれるようになり、現在のジブにつながる。ありがとうございます。